去年6月、大分県別府市で起きた大学生ひき逃げ死亡事件。ひき逃げ事件としては異例の重要指名手配に指定された八田與一容疑者は今も逃走を続けている。生活保護っていうシステムがあるんですよ。将来を見据えて安定した生活を送るっていう意味で万引きとかしたりして食べていけば今回アベマ的は八田容疑者が交際相手に宛てた手紙を入手。それがこちら。3枚にわたって綴られた八田容疑者の文字。女性は手紙が送られた時期を特定しないという条件のもと、手紙によって筆跡だけでなく人物像などの分析がなされ、少しでも逮捕につながればとの思いで今回提供してくれた。そこで犯罪心理に詳しい藤井教授に分析を依頼。すると専門的な見地から意外な人物像が浮き彫りとなった。まずは手紙の内容を一部公開する。付き合って1ヶ月が経ったね。本当にあっという間で楽しい1ヶ月でした。〇〇ちゃんとならいつまでも一緒にいれるような気がします。いつか二人でいろんなところに旅行に行きたいなと思います。3年後くらいには海外とかもお金を貯めていきたいなって思います。〇〇ちゃんと一緒ならどこまでも行きたくなるな。いつもなかなか伝えられないことを手紙で書いて伝えることにしました。俺が〇〇ちゃんの好きなところ、いいなと思っているところは、俺のことをたくさん思ってくれているところと、毎日電話で楽しませてくれるところ、美意識が高くて綺麗なところ、いろいろと共感してくれるところ、ユーモアがあって心の余裕があるところ、他にもたくさん大好きなところがいっぱいありますなどと好意を寄せている気持ちを綴りつつ、ここから自らの欠点について書き始める。付き合っていく中で直さなきゃいけないと思い反省することも最近よく出てくるようになりました。まず一つ目が理屈とか損得感情で考えたり、その結果感情とか良心とか気持ちをおろそかにしがちなところです。すぐ変な損得感情が出るのは今までの考え方の癖だと思うので、それよりもしっかり人の気持ちに共感して感受性豊かな人間になれるように頑張ります。二つ目も効率的にとなってしまって、大切なものを見失いがちなので、想像力とか思いやりなどを大切にしたいです。三つ目は個人的なことですが、よく環境のせいにしがちだけど、よくよく考えればいつも中途半端な努力でやった気になって積み重ねないでやめてしまうから、周りからの待遇や環境もどんどん悪くなり何も残らないのだと思いました。他にもいろいろありますが、特に今はこの3つは直して改善したいと思います。しかし改善点の要求は相手にも及ぶ。逆に〇〇ちゃんに改善してほしいのは、時間軸を長いスパンで考えるというのをしてほしいと思いました。これは俺もなかなかできないことなので、お互い少しずつできたらなと思いました。いろいろと欠点ばかりな自分ですが、これからもよろしくね。八田與一。この手紙から読み取れる八田容疑者の人物像とは。一つはですね、結構やっぱり直情的だなっていうふうなことは思いましたよね。前半部分で、まあ俺が〇〇ちゃんのことを好きなところみたいな感じで、とにかくその文章とか内容のこう整理みたいなことを考えずに、自分の気持ちのままに羅列してるみたいなところがあるんですよね。で、こういう文章を書く人っていうのは結構やっぱり直情的で、自分の感情に素直で、いろんなことを行動に出したりっていうことをしやすい人なんですよね。さらにこんなところにも八田容疑者の直情的な部分が現れているという。
この手紙自体がですね、まあ3ページあるわけですけど、まあ最初結構丁寧に文字もね、整って書いてるんですけど、3ページの1行目ぐらいから、もうどんどん字もちっちゃくなってですね、で乱雑なあの文字になってきてるんですよね。感情優位の人っていうのは、とにかくこう早く書き終わりたいとか自分のこう感情をこう具現化したいっていう思いが強まるあまり字がね小さくなるんですよ。この文面全体にこう自分本位っていうね、あのそういう感じがしましたよね。内容面で、まあ最初こう付き合って1ヶ月でその2人のこととか今後の展望とか未来とか、まあそういうことを書いて、まあその後相手のことを書いてるんですけど、でもやっぱり自分が相手についてどう思うかってことだったりとか、もう2ページ目はもうあの丸々自分自身のことをちょっと書いてるんですよね。3ページにわたる手紙だが、確かに2ページ目は直したい欠点として自分自身に関する記述が。さらに藤井教授によると、自分本位だと感じる決定的な文章があるという。最後特徴的なのは、あのいろいろこうなんか自分についてのこう内省的なことを言った上で、最後のところで相手にこうしてほしいっていう、その相手の火をついてこう改善してほしいっていうふうに言ってるんですよね。でそれって圧力なんですよね、心理的な。自分のことを書きつつ、最後には相手に求めたいことを持ってくるっていうのは、やっぱり自分本位な、あのそういう、こう手紙や主張だなっていう気がしますよね。一見するとラブレターなんですけど、一方でやっぱりその反省文的な特徴というか、あの空気が感じ取れる部分があって、例えばその自分自身がこう損得感情で考えたりしがちだとか、あるいはその考え方の癖っていう言葉があるんですね。それと環境のせいにしがちみたいな風に書いてあって、でこれってですね、あのおそらく自分で思ったことじゃなくて誰かに指摘されたことだと思うんですね。しかもその言われたことに基づいて過去何らか反省文を書いた経験があると思うんですよ。藤井教授が注目したのは損得感情、考え方の癖、環境のせいにしがちという3つの言葉。実はこの言葉たちにはある共通点が。例えば僕らがやるような認知行動療法とか心理教育なんかでよく使われる言葉なんですよ。この考え方の癖の癖がカタカナじゃないですか。これってほぼほぼ専門用語なんですね。いわゆる認知の歪みって言うんですけど、物事の受け取り方の偏りのことを考え方の癖って言って、そういう癖をカタカナで書いて犯罪を犯した人に提示するっていうのは僕らのやり方としてあるんですよね。特にそのだから2枚目の今の反省文的っていうところでは、そのフォーマットっぽい感じがすごいしちゃいましたね。直情的、自分本位、そして反省文を書いた経験があるかもしれないという八田容疑者の3つの人物像。それは八田容疑者が取ったこんな行動にも現れているという。こういう直情的なタイプの人っていうのは、まあ、とにかく何かがあって自分にストレス降りかかって、あの自分が例えば被害被ってるみたいに感じたときに、まあ、バーッとこう行動に起こしてしまうわけですよね。でこれ犯罪という観点から見たら、その犯罪を犯した後のことなんて考えてないわけですよ。別に計画してないと思うので、あのその時の思うがままに行動するしかないと思うんですよね。だから裸足になったっていうのも、別に裸足なんか気にせずにとにかく行動に起こして逃げてるから、あのより逃げられるっていうことも当然考えられるわけで、まあ、一方でその逃げてる間っていうのは何らかの自己正当化が働くんですよね。つまりその自分が逃げてることは正当なことなんだっていうふうに、まあ、自分の中で納得してしまうところがあるわけなので、逆に捉えられにくいっていうところがあるんじゃないかなという気がしますね。八田容疑者が知人女性に宛てた手紙をもとに、臨床心理学の藤井教授が分析した八田容疑者の人物像というのがこちらです。これが手紙でして、うん、藤井先生の分析が出ておりますね。こちらですね、はいはい、直情的、自分本位、また反省文を書いたことがあるのかなどというお話がありました、うん。
さあこの解説ご覧になって、八代なんかどう思われますか。はい、藤井教授の解説を手紙の後に聞いたら、あ、なるほどなと思うことたくさんあるんですけど、第一印象としたらなんか人っぽくちゃんとこう気持ちを伝えてたりとか、なんか人間らしい感じがして、だからこそなんか亡くなられた方のご家族のこととかも想像できるだし、してほしいなっていうのを感じました。さあ、清原弁護士はどういうふうに思いますか。藤井さんのおっしゃることもそうだと思うんですけども、はい、第一印象として、いや、この年代でね、直筆の手紙を書く、しかも縦書きなんですね、はい、普通横書き、若い人横書きだと思うんですけど、はい、手紙って言ってもね、でも縦書きだから非常に古風だなと、はい、なんか非常に古風で、なんかそういった多分ラブレターとか手紙というのはそういう昔からのそういうしきたりに従った方がいいんじゃないかという思いがあって書いたような人間なのかなと思っているので、だから意外とこの人は、その人物像だけ見ればですよ、この八田容疑者というのは意外と古い伝統とかそういったものを重視するような人なのかなというのは思いましたけどね。高松さん、どういうふうに思われますか。びっくりしましたね。だって、私たちの年代だとやっぱりこうラブレターというかメッセージカードとかそういうのが多いと思うので、なんかこんな長く手紙を書くっていうことにまずびっくりしましたし、やっぱりなんか怖いなと思ったのは、改善点を相手にすぐ要求するっていうところとかはちょっとなんかあんまり聞いたことがないので、なんかそういうところは少し怖いなって思いましたけど、こんなにやっぱ反省を逆にできるんだったら、さっき八代さんがおっしゃったように、しっかりと反省して出頭してほしいなってやっぱ思いますね。うん、佐々木さんはどう思われますでしょうか。そうですね、本当先生がおっしゃった通り、事前に何回か経験がある人だなと思います。やはりこう、正直僕ももう間もなく60ですけども、はい、60年間でこのような反省文っていうのを書いたことがないし、これだけの手紙というのを書いたことがないので、やはりその俗に反省文の書き方としてひな形に沿って何回か書いた経験がある、その、人という感じはしますね。なるほど、佐々木さんは、宮城県警の交通課の元警察官で、そして、13年前、高校生だった息子さんを交通事故で亡くされて以来、被害者遺族側の立場に立った交通事故鑑定員として独立されて活動されているということですけれども、はい、だから、警察目線、そして、被害者遺族目線、両方のお気持ちが分かるということで。そうですね、警察官として活動していた時と、はい、このご遺族となってからのこの警察の見方というのはやはり全然違うんだなというのを、こういう事件に携わることによってよく分かってきましたね。さあ、秋山さん、はい、この、藤井先生の解説ご覧になってどういうふうに思われますか。そうですね、やはり犯行も身勝手、逃走中も身勝手な犯行、逃走しとると思います。で、相手が悪いから私は一生逃げ通してやるっていうイメージでおると思うんですね。もう本人は、重要指名手配になっているポスターも多分確認しとると思うんです。だから、はい、変装、偽名、それで、第三者に、助けてもらいながら逃亡生活をしてると思うんですね。私がちなみに、指名手配を負った11年間負った被疑者なんかは、11年間ひも、生活で、生活していた、それと変装、頭はもうツルツルにする、ひげを生やす、それと痩せる、太る、そして、本当にこうひも生活で外に出ない、サングラスなんか30個ぐらい購入していた。だから偽名、それと変装して逃亡生活を送っていると思います。ジュニアさんはこの手紙どうご覧になりましたか。確かにこの考え方の癖ってよくある言葉と思いきや、確かにそんなこと今まで人生で使ったことないなっていう、専門用語は、じゃあなぜそのワードが出てきたのかなっていうふうには思いますね。
最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。